令和6年度の筑波大学数理物質化学研究科数学専攻のオープンキャンパス、大数学分野の説明を始めます。私は、数学域の木村健一郎と申します。では始めます。まず最初に、大学院というところはどういうところかなんですけれども、学部は、今まで、蓄積された膨大な数学の知識というものがあるわけですけど、それを、体系的に勉強することを目的としています。で、一方、大学院なんですが、もちろん、勉強っていうのも続けるんですけども、何のための、機関というか組織かというと、研究者、建前としては研究者になるための、訓練をする。今まで蓄積された数学の膨大な知識に、さらに新しい、知識を付け加える。ことを、それが研究者がやってることなんですけど、研究をできるようになるための、訓練をする。というのが、建前としては大学院に行く、目的ということになります。で、その新しいですね、数学の知識を付け加えることができるっていうのは、非常に大きな喜びがあることで、それができるっていうのは非常に何て言うか、充実した素晴らしいことです。なので、意欲のある方は、ぜひ大学院への進学を検討してください。2024年4月時点での、大数分野の教員の先生方です。秋山先生、佐垣先生、増岡先生、金子先生、川名半先生、そして私、木村と三河先生、坂本先生、三原先生、現在、9名、現時点で9名です。で、それぞれの先生方の研究分野です。皆様それぞれ自分の興味と研究分野というのがありまして、それぞれ独立した研究をしておられます。はい、いろんな分野があります。で、その代数の、主な分野ということで、3つ挙げましたが、これが一番妥当な分類かどうかわかりませんが、はい、3つ挙げておきました。まずその整数論っていうのは非常に古くからある研究分野で、代数的整数論、解析的整数論、あと P 進解析的な整数論なんていう手法によっていろいろある、研究対象もいろいろあるわけですけど、それをまとめて整数論と呼んでおきました。で、あと代数幾何学。代数幾何学というのは、代数多様体。代数多様体というのは、代数方程式で定義された図形のことなんですけど、それを、の、代数的な手法で研究するっていうのが、代数幾何という学問です。で、もちろん、関論、可換関論ですね。っていうのが、基礎になっている。現代の代数幾何では基礎になっています。で、あと、もう一つ挙げたのは表現論。表現論というのは膨大な分野でありまして、一番基本的なのがその有限群の表現という。有限群から、あるベクトル空間の線形写像の群への、順動形のことを、群の表現、有限群の表現っていうわけですけど、それが一番基本的な場合。で、そういうですね、ある線形空間などへの順動形、というものが現れる分野というのを、全部まとめて表現論と、呼んであります。なんで、これは膨大な分野で、リーカンの表現、量子群、あるいは超転作用素代数なども、関係しています。で、3つ挙げましたけど、もちろん代数の中で閉じているわけではなくて、例えば代数幾何だったら、普通の幾何学、微分幾何学、解析幾何学、それももちろん解析学などとも関係しますし、
で、解析的整数論なんていうのはもちろん解析学とも関係するし、いろんな分野と、他の数学の分野と関連して、非常に複雑で、興味深い、世界となっております。で、具体例を一つ挙げておきました。で、私が興味を持っている分野なんですけど、ベイリンソン予想というのがありまして、これはどういうのかっていうと、代数多様体のハッセール関数っていうのがあるんですけども、それの整数での値のことを特殊値っていうんですけど、それとその代数多様体の代数的系群の間にある、具体的な関係があるであろうというのを、記述している予想です。で、これ歴史的にはどういうふうに始まったかっていうとですね、まず19世紀にですね、代数体が与えられたときに、そのデディキントゼータ関数っていうのがあるわけですけど、それの、S イコール1での値、正確には値じゃなくて、極を持ってるんで流数になるんですけど、流数とその代数体系の整数間の単数群との間にある関係があるっていうのは、19世紀から知られていました。これは解析的類数公式っていうんですけども、はい。これは19世紀の話で、それから100年ぐらい経って、キレンという人が代数的系理論というのを発見して創始しました。これは代数的系群っていうのを、定義する理論なんですけども、その今言った、代数体の整数間の単数群っていうのは、その整数間の系群のある特別な場合になっています。で、それについて、ボレルという人が、デディキントゼータ関数の特殊値と、その単位の代数的系群の間にある関係があることを示した。これはだからその19世紀の解析的類数公式の一般化を、示したわけです。で、その後ですね、ブロックっていう人が、代数体じゃなくて、楕円曲線、虚数情報を持つ楕円曲線の L 関数の特殊値と、その代数、楕円曲線の代数的系群の間にある関係があることを示しました。これはかなり画期的なことだったんですけど、で、それを見たベイリンソンという人が、これはさらに一般化されるはずだということで、遮影的な代数体多様体のハッセール関数の特殊値と、その代数多様体の代数的系群の間を、の関係を記述する具体的な予想を定式化しました。で、ベイリンソンはそのモジュラー曲線という場合に、予想の、エビデンスを構成している、示したわけです。という、こういう、歴史的な流れがあります。で、これは、非常に魅力的なんですけども、一方で非常に難しい予想で、なかなかその、進歩がどんどん進歩するという感じではないんですけど、それでもやはり多くの人が興味を持ち、私を含め、多くの人が興味を持って、今でも重要な問題だと考えられています。はい。これ、だから、数学の歴史的な発展の一例として、はい、挙げました。で、その大学院は研究者になることを、目的とするというのが建前なんですけど、で、研究っていうのは、どういうものかというと、一言で言うと、ある問題を解決すること。あるいはその問題について今まで知られてなかった事実を証明するということになります。で、その、解決するだけじゃなくて、例えばその判例を与える。こうじゃないかっていう問題に対して、いや、それはそうではないっていうことを、示す。っていうのももちろん研究として認められます。で、その研究をする上で何が一番、面白いか。で、そこは何が一番難しいかというところなんですけど、それは要するに面白くて何か結果が出せそうな問題を見つけるっていうことが一番面白くて難しいことになります。で、その研究の独創性っていうのがそこで問われるわけです。で、
私がお世話になったある数学者がおっしゃっていたんですけど、ある問題、この問題を考えてみようかなと思った時っていうのは、まあ、それはもう、まあ、大体できているというようなことをおっしゃっていました。だから、いろいろ自分で考えて、その問題を、まあ、考える準備が大体整った時に、その問題が見つかる、問題に行き当たるっていう感じだと思いますけど、まあそういうような意味であろうかなと今考え、私は解釈しております。で、どうやって問題を見つけるかなんですけれども、決まった方法論みたいのはなくて、これは本当に自分でいろいろまず考えて試行錯誤するっていうことなんですけど、私が大学院生の時からずっとやっている方法、まあ今でもやってますけど、は、まずその面白そうな論文や本を、まあいろいろと読んでみる。自分で読んで考える。で、興味を持ったことをよく知ってそうな人、指導教員に、でももちろんいいですし、それに限らず、まあいろんな、人に、まず指導教員に聞いてみて、こういうことに興味があるんだけど、誰にか話を聞かないかみたいなことを聞いて、で、そうしたらきっと教えてくれますから、そういう方にいろいろと質問して聞いてみる。で、あとは一番大事なのはやっぱり自分でいろいろと試行錯誤して考えてみる。で、そうするうちに、こう、ある時ふと見つかる。というようなのが今までの私の経験上ではまあそんな感じになってます。まあ人それぞれいろいろあると思います。で、次に行きますが、代数分野の講義。大学院はそのセミナーとその授業、普通の講義形式のまあ授業ってと2種類あって、で、その講義形式の授業も2種類あって、代数学概論っていうのと代数学っていうのがありまして、で、その概論っていう方が割とその概説的な基礎的な内容。で、代数学の方はもうちょっと、まあ、進んだ専門的な内容ということになっておりますが、まあ、しかし、それはあまり、厳密な区別はありません。はい。で、ちなみに、ここに書いたのは、2023年度に、それぞれ、どういう授業が行われたかということは、ここに書いてあります。概論と代数学、それぞれ1と2があって、それぞれ春学期と秋学期にあります。で、その集中講義で行われることもあるし、毎週の講義で行われることもあります。はい。で、今年度、24年度はまた新たな内容で、行われます。で、セミナーですけど、これが大学院において一番重要な、まあ授業というか、まあ授業なんですけど、代数学特別研究、前期課程、後期課程、それぞれあります。で、前期課程の方は、最終的な目標は、その修士論文を書くこと。で、後期課程の方では、博士論文を書くっていうことを、まあ最終的な目標として、指導教員の下でセミナー形式で行うものです。で、先生によってその興味を持つ分野とか、そのセミナーのやり方はいろいろあります。なので、まずですね、受験をする前に、その付きたい先生に十分話を聞いてですね、この先生と自分の興味が合いそうかとか、そういうことを十分話し合った上で、大学院を受験するようにしてください。で、就職に関してなんですけども、特に他の分野に比べて有利とか不利だっていうことは特にないです。いろんな業種に就職しておられます。はい。で、あと大学院終わってから教員になるっていう方も、まあ、おられます。はい。あとは、後期課程に進学して、博士号を取得してから、一般企業に就職する方や、その一部は、大学院の教員として、研究者になる方もおられます。で、入学までに、学んでおいてほしいことなんですけども、線形代数ですね。ドル大標準形まで。と、あと、軍艦隊の基本的事項というのは、ぜひ、
学んでおいてほしいことです。で、あと、どうやって勉強するかなんですけど、やっぱり自分で例を考えるとかいう、抽象的な、ステートメント、記述の定理の場合は、例えば、ひじめなんて一番優しい例みたいなのを自分で考えるとかいうのは、非常に理解の助けになります。また、演習問題がある本を読むときは、演習問題を飛ばさずに、全部解くかどうかはともかく、ある程度は取り組んでいただきたい。で、あとは、質問を大いにしていただきたいですね。先生に聞くてもいいし、他の大学院生に聞いてもいいし、他の分野の先生に、別に指導教員以外の先生にもちろん聞いてもいいですし、そういうことを嫌がる先生は、筑波大の数学にはおりませんので、質問は常に歓迎だと思って、積極的に質問していただきたいと思います。それでは、熟慮、検討の上、大学院に進学されるかどうか、ご判断をすることを、で、意欲的な方、ぜひ来たいという方は、ぜひおいでください。はい、以上で終わります。